です。今日は土曜日です。めちゃくちゃ天気いいですね。気持ちがいい。今日はっていうかまあ土曜日なんでもう校内作業はほとんどなく、もうちょろっとやったらスクラップ出発しております。今日は。まあそんな難しいところではないんですけど、間口、入り口の間口がちょっと狭いかな。まあ右バックで入れるんですけど、間口が狭いんでちょっとまあ気をつけないとぐらいなとこですかね。いや最近ね、仕事があまり忙しくなくて、こうなんかいろいろ行くんですけど、取るに値しないというか、なんか取ってもしゃあないかなみたいな。年寄りかな、あれ。なんか天気がいいから日向ぼっこしてますね。なんかシニアカーというか手押し車乗って川見ながら、川見ながら言うたかで大した水も流れてない工事中の川なんですけどね、これもね、なんかほっこりしたいんでしょう。さあ、まあ YouTube 初めてかれこれまだ1ヶ月も経ってないぐらいかな、1ヶ月ぐらいかな。登録者数が、確かちょっと直前で確認するの忘れちゃいましたけど、多分8人いてらっしゃるんですよ。ありがとうございます。まさかね、僕初めて、まあ、登録者数は全然増えへんやろうと思ってたんですけど、なんだかんだでこの8人登録者数が、登録してくださってる方がいるということで、まあ、そのうちの1人はまあうちの嫁なんですけど、まあ、実質7人ですか。ありがとうございます。まあね、そのトレーラーのねバッグとかねちゃんと落としていきたいんですけど、未だちょっと機材が携帯の iPhone で撮ってるもんで、 GoPro とかそんな買う余裕もまだなく、かといってね、手持ちで撮影しながらバックなんてしようもんなら多分僕まともにバックできないと思うんで、どうしたらいいものかと試行錯誤はしてるんですけど、なかなかいい案が。かといってね、外にね、なんですか、あのボディに磁石でスマホホルダー引っ付けてスマホやってとかもう思ったんですけど、スマホ落ちて画面割れでもアホらしいなと思ったんでね、ちょっと怖いんでそれはやってません。強力なやつだったらいけるんかちょっとわかんないんですけど、さすがにね携帯ね買ったばっかりで画面割れちゃうとねちょっとねショックなんでね、未だにそれはしておりません。後ろからトレーラー突っ込まれたら自分死ぬかもしれへんのにね、まあ、そこまで考える脳みそ持ってないから前割り込んでくるんでしょうけど、トラックとか乗ったことなかったら分かんないんですかね、このブレーキのあれとか。作りますけどね、自分の身を守らないといけない。
ビニールの紐を落ちてたりなんか段ボールを落ちてたりとか、基本多分トラックが落としてるとは思うんですよ。トラックしかそんなの積みませんから、ちゃんと二締めしましょう。持ってないから、いじめ関係ないからあれですけど、いい天気ですね、まあおそらくこれを切り離して、おそらく本日の業務は終了になるのではないかな、多分いつもの雰囲気から言うとなると思います。まあね、そういや外側走ってるんですけど、このねテクノステージっていう、まあ、交差点を越えたあたりから2車線から1車線に絞られるんですよ、ここね。もう今まあこの先工事してて、まあ、このまま2車線のまんまでドーンって行くように工事してるらしいんですけど、早くこの工事をしてほしい、完了させてほしい。ここねもうね1車線に絞るところでね、もうね無理くり入ってくるのとかすごいんですよ。夕方とかもう無法地帯ですわ。トレーラーなんか乗っててはもう前にぐんぐん来ますからね、ほんまに。もう入れてもらうのが当たり前みたいな。ボルボかっこいいですね。乗用車なんですけど、まあ、ちょっとまあ右斜め前に S60 っていうセダンタイプの車がかっこいいな、やっぱボルボな。昔のねあの V70 とか結構好きなんですよ、あのステーションワゴンのカクカクしたやつも。あれね結構好きなんですけどね、見た目でも。確かね、エンジン5気筒のはずなんですよ、確か。全部5気筒やったんか、ちょっともうあんまり僕そんなに詳しくないんであれなんですけど、5気筒というね、マニアックな奇数の気筒でまあ、一時ね、昔ホンダのインスパイアとかも FF やのに縦置き5気筒っていうわけのわからん変態的な車もありましたけどね、その一世代限りでも終わっちゃいましたけど、うわーやらしいとこに止まっちゃうらしい。あ、いけるか。ちょっと窓開けるのでうるさくなりますよ。お、いけるんじゃないか。これはちょっと1階で
かせていただけるのでは。よいしょ。いけるのじゃないか、いけるのじゃないか。ちょっと対向車さん待ってください。待って。対向車線で止まってくれてたフリードの中に子供乗ってて、わーすごいみたいな顔で見てましたね。閉めたままでいい？あ、ロープ張ってくれてるからつけやすいわ。オッケー。あ、ちょっと頭左。乗用車が邪魔なところにあるから寄せられへんのですよね、これ。
って直樹に話しました。はい、今コンテナ切り離しました。これで業務は終了みたいですね。コンドルな、前の道が粉になっちゃうんですよ。粉になっちゃうと対向車から右バックしようにもね、なかなか厳しいんでね。いいですね、ロードスター。これ RF かな、ロードスター。いいっすよね。僕もね、昔買おうと思ってたんですよ。NA8C のね、丸めのね、初期のやつなんですけど、あれね、知り合いの人が乗っててね、乗らせてもらったらね、めちゃくちゃ面白くて買おうと思ったんですけどね、結局買えずでしたね。ご視聴ありがとうございました。